体に誰か渡したんですか。独り言のアーカイブさん、こんばんは。情報技術研さん、流れ星ありがとう。カッチー、はじめましてじゃないです、こんばんは。清夏、ヤッホー、こんばんは。独り言のアーカイブさん、ハートありがとう。ガイちゃん、一昨日やっぱりヒナノだと思った。そうでしょ、そうでしょ、やっぱヒナノちゃんしか勝たないでしょ。ヒナノちゃん大優勝で、ヒナノちゃんのこと大好きでしょ。近所は大輝が寝てるせちゃんだが、起こせ起こせ、ヒナノちゃんの配信が始まってるよって言って。ゆいちこんばんは、見に来てくれてありがとう。メイクホワイトで何それ、でもなんか食べてたじゃん、あんまなんかチョコみたいなの食べてたじゃん、食べてたじゃん。白いより今日も癒しのヒナノタイムだ、ヒナノタイムだよ、やっほー、ナタンタイムです。マリカポポキャンディありがとう。だから今日公式はしないのよみたいな、10時半からじゃない、だから私は10時半まで配信します。ヤナちゃんがお返しもらえなかったってこと。そう、お返しもらえなかったよ、ヤナちゃん。みんな、まあでも誰も渡してないんですけど、みんなヤナにホワイトデーくれないんですか。くださーい、ください、ホワイトデー小じき死んじゃった。ゆうせきまた体調崩したよ、家に昨日から引っ込めて。大丈夫、大丈夫なの、ゆっくり寝て、ちゃんとちゃんと早く元気になってください、心配です。ひなたんは高いハートありがとう。新米のホワイトデー何それ、美味しいの。ホワイトデー、ホワイトデーだよ、みんな部屋のにくれてもいいよ、くれてもいいよ、死んじゃった。僕らのオクラさん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。かちうすら寝てたら始まった。おはよう、おはよう、ひなちゃんの配信で起きて偉い、おはよう。キクさん、こんばんは、ありがとう。なんかチョコレートコースで、チョコレートコースっていうのがあるの、いいな。ヒナノタンも食べたいです。カッチーポポキャンディありがとう。白メガネポポキャンディありがとう。キミジマポポキャンディありがとう。あ、キミジマ普通のキャンディもありがとう。ピンクカミオさん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。僕らのオクラさん、ハートありがとう。白メガネキャンディありがとう。キミジマキャンディありがとう。お、白メガネたくさんキャンディありがとう。やっほー、君島マシュマロもありがとう、みんなありがとう。安井君、とつい昨日か、昨日熱出た部屋の生誕 T シャツパジャマにしてる。えらい、ひなちゃんの生誕 T シャツたくさん着てて、いっぱい着て、ひなのちゃん、ひなのちゃんのことをずっと考えて生活しようね。名古屋で無償の愛をあげます、ください。安井君ポポキャンディありがとう。ピンクカメラさん、マシュマロありがとう。赤津こんばんは、見に来てくれてありがとう。 YK さんもこんばんは、見に来てくれてありがとう。白眼鏡、明日仕事休みといたから、大宮の博物鉄道博物館行ってくる。いいな、楽しそうじゃん。だってあなた電車さんだから、電車好きなんでしょ。楽しんでね、楽しんで。キョナツ、この前特典会で間近で会ったらリアルガチで可愛くてキュンシしたです。キュンシして、えらい。ひなちゃんのこと好きになったの、ひなちゃんのこと好きになったの、えらいね。キョナツ、カズニー、カズニーってさ、カズニーですか、カズニーはカズニーですか。ヤナが言いたいこと伝わってるかな。マシュマロありがとう。タコヤカのペンライトありがとう。赤津ポポキャンディありがとう。赤津ハートもありがとう。よし、明日は健康診断終わったら東京、東京行くの、東京、東京来てくれるの、何するの。シルメル、うん、鉄分補給してくる。鉄道だけに死ぬ、死ぬ、鉄分補給大事です、大事でちゅ、大事でちゅ。赤つ、赤のだるまさんありがとう。たくやマシュマロありがとう。赤つも赤つも鉄道好きですが、そうなの、みんな好きなの。成瀬さん、ポポキャンディありがとう。前が友達と行ったんだよ、そうなの、いいな、いいな。部屋のパンも食べたい。こっち今日も激務でした、えらいね、頑張って、頑張って、えらいです、えらいね。お仕事頑張って、えらいよ。腰大丈夫。君島を起こすことに成功して、褒めて、偉いじゃん、起こして偉いね。あなた、あなた優秀、優秀、死んじゃった、偉いね。ひにゃにょんしか、おいらはひにゃにょんしか、そうだよ、あなたはひにゃにょんしか、ひにゃにょんしかだよ、にーにー、ひにゃにょんだから。素敵、なんかおいしいもの食べてから、食べにか、そうなの、おいしいものたくさん食べな、たくさん食べなさい、大事ですよ。ひろぽんさん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。成瀬さん、マシュマロありがとう。たくやたくやは鉄道よりもひなのが好き。でもひなのも好きで偉いけど、鉄道も好きでしょ、知らんけど。知らんけどとか言っちゃって。かち、今日も仕事でした。朝6時からオタクと11時半から21時まで仕事。偉いね、頑張って、毎日みんな頑張って生きてて偉い、イエイ。今日はひなたんはレッスンだったのです。なので今日はお団子です。最近お団子をすることにハマっています。なぜかというと、あの髪が楽だからです。
結ぶのはちょっとめんどくさいんですけど、その後の行動がすごく楽なんですよ。前髪とかはしてないんですけど、そう楽なんですよ、お団子って。だから結構最近お団子率が高い。いた、ぶつけたんですけど、お団子率が高い。ピッピ M さん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。まるかひなのしかいないわよ、当然なんだよ。そうだよ、ひなのちゃんしかいないんだわよ、えらいわよ。カチコシよく覚えてるね。今もセルフマッサージ中。覚えてるよ、大丈夫。マッサージしててえらい。無理しちゃダメだよ。ねにょしか、いつもとイメージ違う。そうでしょ、多分住んでるからじゃない、イメージ違う。かわいい、かわいいですか。ちゃんと化粧してないしね。アイライナーだけ描いた、見て、ほらアイライナーだけ描いてる。アイライナーだけ描いた、他はもう何もしてない。無理だった。つばっちゃん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。猫ぶちゃさん配信すると毎回必ず手をぶつけてるの。え、そうなんですよ、本当にそうなんですよ、本当にそうなんですよ。毎回手をぶつけてる。どうしたらいいかな、どうしたらさ治るかな。なんとかしてもらっていいですか、誰か助けてください。私ね、お水を今日ね1リットルも持ってたの。大変じゃない、1リットルもずっとお水持ってたんですよ。 かわいそうでしょ。こうやって一生懸命こうやって担いでたの、かわいそう、重かった。お水を買ってないと思ったら買ってたので、お水があったの、たくさん、かわいそう。カズニーマシュマロありがとう。カズニーありがとう。ねえ、カズニーはカズニーなのってば。ヤノは聞いてますけど、カズニーはカズニーなの。ニャニョンシカ結婚してありがとう。ニャニョンシカありがとう。結婚しような、絶対にね、絶対にね、ありがとう。たくやマシュマロありがとう。お母さんお腹空いたにゃ、何も食べてないの。どうせラーメン食べたんでしょ、でも今日もラーメン食べたの。つばちさん、ポポキャンディーありがとう。流れ星もありがとう。メカオペチャさん、捨てずに持ち運ぶの偉そう。あのカバンの中にあともう一個貼ってて、あとはこれだから、もう2本持って重かったんですよ。だから一生懸命ポッケに突っ込んで担いで帰ってきた。何やってるんだろうなって自分でもびっくりしました。だってさ、買ってないと思って買ったんだよ。そしたら買ってたの、だから2本も持ってた。頑張った、重かったけど頑張って持ち帰ってきた。だって1リットルですよ、1リットル大変じゃないですか。1リットルなんて、なんか500ミリリットル2本って考えるとそんなにですけど、あのあれじゃないですか、なんかその1リットルのペットボトルじゃないですか、それと同じ重さなんですよ。そう思ったらすごい重くない？ってことで重かった。おや、ほんほん、 LINE が来ました、グループ LINE が。ちょっと後で返事します。母さん、そんな毎日ラーメン食べます？食べないの？なんで？食べてると思った。あなたは毎日健康ラーメン生活じゃないの？でしょ？なんか今日は2食だから結構偉いね、2食ちゃんと食べて。2食食べて偉いじゃん、1食じゃなくて偉いじゃん。せめんね、今日もアンテナエロハス、そう、安定のエロハス、エロハスが一番安定です。でもなんだかんだ何でもいいんだけどね、お水は別に。でもイロハスをよく買っちゃう。確かに野田ひなのはイロハス説が、イロハス率が高い気がする。なんか一日中立ち乗りの10機乗り回してるからかも。腰回、最近忙しいから仕方ね。ちゃんと休んでんの、あなた。ちゃんと寝てんの？ちゃんと休んで、まあ、寝てはいるか。ちゃんと、まあ、寝てるの？休んで、ちゃんと。心配です。だけども、お、起きたの？おはよう。おはよう。起きて偉いね。席めちゃめちゃ言ってた。そう、頑張って持ち帰ってきたの。偉くない？普通に重かった。いやいや、しか飲み干しちゃえば重くなそう。だから頑張って一生懸命飲んでた。一生懸命頑張って、たくさん飲みました。偉い。それ重いさ、めくみてさ、そう、重いのめっちゃ重くて結構困ったよね。普通に困った。母さん不健康なので、え、健康に生きてください。私はちゃんと健康に生きて、早く寝て、ご飯をちゃんと食べてってずっと言ってるでしょ。健康生活しなさい。
マイカ花で2食で偉いじゃん、ちゃんと健康生活してんじゃん。健康生活をしなさい、みんな不健康なんだから。なのに心配されちゃダメだよみんな、わかった？なのに心配されないぐらい健康に生きて。目が赤い、本当？赤いかな、赤いかな、赤いですか、赤いかな、赤いか。目薬今こっちにないの、あっちにある。赤いかな、花粉ってやつ、花粉ってやつかも。迷惑ですよね、うち寝ないと生きていけないので。ちゃんと寝てます、偉いじゃん、ちゃんと寝て、ちゃんと寝て偉い。ご飯は食べてるのね、お母さん、私お母さんみたいだよ。ちゃんとちゃんとみんな生きて、みんな健康に生きて、心配してるから。母さん流れ星ありがとう。だからちゃんと体力を運動する人を心配するだけはさせたくない。そうだよ、ちゃんとちゃんと健康に生活して生きて。ジョナサンさん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。ちょ、マッチさん、昨日の焼肉ブログ来た瞬間サンラータン食べた、いいな。てかさ、マジでさ、美味しそうだったでしょ、ヒアノ今日焼肉食べたの、最高、幸せって感じ。パピー、あ、そう、昨日の配信でも言ってたんですけど、そう、パパがね LINE してくれて、ご飯食べようって言って、お昼ご飯をね食べてきました。美味しかった。叙々苑に行ってきました。パンが好き、パンが美味しかった。だっけ、心配されたことないです。え、心配してますけど、前も私は何度も早く寝ろと心配してたでしょ。なんか夢の中でビラ配りしてる人によって可愛かった、可愛かったの、可愛かったの、夢の中のひなのちゃんは。ひろぽんさん、キャンディーありがとう。かつひなのままちゃんとご飯食べてます、偉いじゃん、ちゃんとご飯食べて、ちゃんとご飯食べて、ちゃんと早く寝て、健康生活してて偉いじゃん。ね、ジマちゃん福留の大喜利見て大爆笑して、ね、今バズってるでしょあの人、めっちゃおもろいよな。本当にあの人は変な子です、変な子ですって言っちゃって、本当に野田ヒアノが出会った中でなかなかに変な子、なかなかに変わり者です。ひろぽんさん、ポポキャンディありがとう。だから分かった、ちゃんと健康維持する、偉い、健康維持しなきゃダメ、みんな健康に生きろ。花粉症の自覚はないんだから、くしゃみはレプス、それは花粉症や、それは花粉症や。みんなのもうこの前までというか花粉症じゃなかったんですけど、なんか最近花粉症な感じがして困ってる。前髪キモくね、今日はなんかちょっと、まあいっか、だって仕方ない、レッスンだったんだもん、レッスンだから何でもいいやと思ってた、何でもいいやとか言ってた。何これ、これ何？あ、なるほど。会社着ハフツだったんだよな。それは可愛い、それは可愛い。あなたの大好きハフツイン。カチヘルツは6時起き。あやー、無理、落ちれない。ひなたん、ひなたん早起きが6時。早起きだよそんなの。6時なんて早起き。痛い。ねえ、弁慶の泣きどころをぶつけたんだけど。かわいそう私。ピンクカメラさん、マシュマロありがとう。大輝チェキの傘見てなんで寝てましたね。ね、あれマジでさ、本当に野田ヒアノは無知だった、無知だったの、ごめんなさい本当に。ね、そういうつもりじゃなくて本当に無知で、ただ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 あれが正解だと思って書いてたの、間違えちゃった、ごめんね。よもぎさんの王ちゃんさん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。風に今から夜ご飯食べるよ。何食べるの、何食べるの。だからさ、部屋のはさ、ね、さっきからずっと聞いてるじゃん、部屋のが思ってる風になのってね、答えてよさっきから部屋のがずっと聞いてるのになんで答えてくれないの、なんで。だから毎日配信10日目10日目、それまでお10日連続、10日です、10日です、10日、ふう、10日でした、10日間でした、頑張りました、えらい。4月3日までは頑張るね、頑張って毎日配信します。まあ頑張るってわけでも別に頑張ることでもないんですけど、カズニそうで、おお、よかった、部屋長を持ってるカズニじゃん違ったら気まずいからさ、さっきからだって言ってるし、部屋長を持ってるカズニなの、部屋長を持ってるカズニなのってさ、ずっとさ聞いてたのにもかかわらず返事してくれないから、部屋長を持ってるカズニじゃないのかと思って、
あれって思ってたの。でもお部屋のが持ってる数2だった。よかった、できそうだと思ってたよ。そう、間違えちゃった。ごめんね、ミスしちゃった。ごめんね、ごめんなさい、本当にバカでごめんね。ヒャノが持ってるカズニーは誰？ヒャノが持ってるカズニーはこの前会いに来てくれたカズニー、あなたのお友達のカズニーじゃないの？大輝ポポキャンディありがとう。カズニーラーメン食べる、いいな。ヒャノ昨日ラーメン食べた。昨日は家系ラーメンを食べました。何ラーメンですか？母さん酔ってる。 いえ酔ってません。マジでヒャノがすぐに酔ってる女だと思うのやめてもらってもいいですか。私本当にこの2日間お酒飲んでませんから、本当に。ほらウォーター、本当にさ、本当にさ、矢野がすぐさお酒飲んで酔ってる女だと思うんでやめてもらっていいですか。今日は酔ってないんで、今日はというか本当に酔ってないので、マジで今日さ本当にお酒飲んでないの。だから疑わないでください。すぐにみんな私のことを疑いますけども、もうそんなお酒飲む人間だと思われてるの私。たくやかのペンライトありがとう。よし、めっちゃお腹空いてきた。よかった、健康的じゃん。よかったよかった。ちょっと食べられるもんちゃんと食べよう。あったかいおうどんとか食べ。ちょっと待ってね。なるほど、グループでした。ガチバレてるやん。バレ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 。ジレさんこんばんは、見に来てくれてありがとう。大結婚してありがとう。大ありがとう。絶対に結婚しような、ありがとう。てか本当に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 ね、今日はねレッスンをしてきたんですけど、すごく頑張ったんですよ私。すごく頑張ったんです。だからワンマン来てくださいみんな。すごく頑張ったんです私とか言ってあって、本当に頑張ったんですよ本当に。かいかいかい、本当に頑張ったので皆さんワンマン来てください。7月3日のワンマン、19時からのワンマン来てください。昨日もビラ配りしてきたんですけど、18と19日にまたひなたんがビラ配りするのでみんな来てください。本当にあの来てください、4月3日のワンマン。あのね、そうまだ言えないこともあるんですけど、いろいろとあるので来てください。いろいろとあるので来てください。待ってます。すみません、そのペットボトルにしょっちゅう貼って貼ってない。本当にね、本当にただのイロハス、イロハス、イロハスとか言ってていいのか知らないけど、イロハス、本当にイロハス、本当にイロハスなの。はあ、朝が頑張る動画って寝不足なだけです。寝て寝て、今日ちゃんと早くペットボトルの水、そう水、なんか行こう、来てビラもらいに行こうと思って、え来て来て来て、いや配ってる頑張って。18、19ね、勝ちワンチャンワンマン行ける可能性があるけど、6日の特典会が待ってねー。来て来て来て、絶対来て、本当に来て。ビラ配り死ぬまでに1回来て、来て来て来て、矢野がビラ配ってるから来て、18、19いるから来て、18、19いますから来て。あの他のメンバーは他の日にも配ったりもするんですけど、ひなのは18、19にいますよ。でも皆さんひなのに会いたいですよね。ってことは18、19に来るしかないよね。そうだよね、ね。たくやはってありがとう。マリカどっから見てていいですか。はい、見ててください、私頑張って配ってるので。母さん20あたり行こうかね。なんでなんでなの、18、19がひなのいるって言ってるのになんで20に行こうとするの。なんでひなのに会いたくないってこと。なんでね、なんでそんなこと言うのね、教えてその意味を。なんでね、なんでね、なんで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 おばさんだから、なんでなんで来て。かちビラ配りはのーちゃん、ビラ配りはのーちゃんか。えんえん、かなち次ひなのといつチェキ取れるかな。来て4月3日来て来て。くらん時間は多分19時からじゃないかな。そう19時から来て。来たくないの、みんな部屋のに会いたくないの、会いたいでしょ。
来て。カズに仕事が早く終わるわけかも。来て来て来て、夜に会いに来て。母さん帰省してるからです。じゃあ帰省しててさ、18、19会えなかったらさ、他の日に行くってこと？ヒアノがいなくてヒアノ以外に会いに行くってこと？どういうこと？それはヒアノ以外に会うってことなの？そんなことするんだ。ヒアノがいないのに会うんだ。ヒアノがいないのに行くんだ。まあ、両方帰っていくわ。鳥もビラもらいます。うん、来てもらって。ヒナタンからビラ。だってやつが強いけど、ヒナノさん嫌なの？嫌なの？ヒナノの圧が強かったら嫌なの？嫌ってことなの？ヒナノの圧が強いのは嫌なの？もう気づけるかな、無線的に。それはさ、ヒナノがチビだからってバカにしてるってことなの？来て来て、18、19にいるから来て。雨じゃなかったらいるから。雨じゃなかったらいるので来て来て。ちゃんとカメラロールヒナノで埋めてます。偉い偉い、ヒナノで埋めよう。猫さん、ビクトリアさん、こちらありがとう。早口、そう、早口女なんですよ、私。本当に早口女です、私。どこでもドアください。どこでもドアあったら来てくれるの？タッチャンさん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。カッチ、荒ぶってるな。そうだよ。暴れる。うん？ヒナノは、こういう人間なので、ちょっと前髪きしょ。こういう人間なので、それが、嫌だって言うんですか？君島、何その顔。何ですかその顔は。みたいな顔。それは何ですか。それは何が言いたいんですか。だから嫌じゃない。そうだよね、嫌じゃないよね。そうだよね。タコさん、ビキとジョンさん、圧。嫌なんですか。圧、圧嫌なんですか。圧嬉しいですよね。タコさん、ビキとジョンさん、ポポキャンディありがとう。天気に晴れろって。いや、私晴れ女なので晴れますよ。本当に私晴れ女なんですよ。自慢なんですけど。だって本当にね、私の生誕の日だけね、あのね晴れてたの。だから本当に晴れ女なの。本当に大阪遠征待ってますね。行きたいね。いろんなところに行きたい。ヒナノさん抑えておきますね。ヒナノさん抑えられちゃうんだ。ヒナノさんが暴れて、あのうるさい女だからってヒナノのこと抑えるってことなんだ。ヒナノのこと抑えちゃうんだ。そんなことするんだ。ちょっと待って。それかね、なるほどね。ごめんなさい、 LINE が来ました。なんかもっと熱くいて。そうですよ、ひなのちゃんの圧を喜んでください。ひなのの圧をみんな喜んで、ひなのちゃんに圧かけられて嬉しい。ひなのちゃん大好きって思うね。絶対にね。マリカハットありがとう。カッチーごめんなさい。頭揺れ揺れ、頭揺れてるね。頭揺れてるね。ウケる。ひなちゃんのことを、ひなちゃんのことをみんな考えて生活しましょう。ひなののイベントで雨って確かに作る。でしょでしょ。ひなの本当にね、ひなのね、本当に晴れ女なんですよ。本当に晴れ女で、本当に太陽のような女なんですよ。だから太陽レッド、太陽レッドじゃない、ファイヤーレッドってこと。太陽レッドとか言っちゃって、そう、最初は太陽レッドだったんですけど、ファイヤーレッドに変わっちゃいました。変わっちゃいましたというか、でもね、最初はね、私ね、あのね、赤色ってなったらストロベリーレッドとか可愛いね、レッドが良かったの。良かったとか言っちゃっていいのか分かんないですけど、そう、それにがないいなと思ってたの。そしたらなんか燃えたぎるファイヤーレッドだと言われまして、あ、分かりましたってなった。だからヒナノはファイヤーレッドなんだってらしいよ。なんかその子っぽい感じで選ばれたらしいんですけど、私はヒらしいです。ヒな女らしい。まあヒナノだからってことかなって。あ、もうすっぴんでこんなことしないでほしい。あ、アイライナーは描いてるけど、もうこんな顔したらちょっととんでもなかったから、ちょっともうきつかったね今。すまない。最近ね、なんで悩んでるの。なんか嬉しすぎて困ります。喜びなさい、もっともっと喜びなさい。だからさすが晴れ女。そう、マジで私晴れ女なんですよ。マジで晴れ女最高。君島、何ですかそのなんかアンパンマンの友達みたいな顔。あなたは絵文字で会話する系ボーイなの。ボーイ絵文字か、顔文字か、顔文字会話系ボーイなんですか。カッチ可愛いので、よしよし、オッケーオッケーですよね。世界から問題なしなし、オッケー。みんなが甘やかしてくれてニコニコ。なんか心が温かいから赤ですわ。赤、ファイヤーレッド、ファイヤーレッドナンバー、よそみよのノーヒアノン、片方がヒナノですってやってます。誇張しました。こんな感じでやってます。
風ねマシュマロありがとう。風にありがとう。あーてかさ、明日ねオフなんですよ。嬉しくない？ゆっくり寝ようと思います。でもやらなきゃいけないことがあるので、それを終わらせて寝ようと思います。野田ひなのってさ、あのね、あの思ったことをすぐ口に出しちゃうんですよ。だからね、本当にね、あのね、時系列がバラバラになってしまう。すみません。で今日も可愛いじゃん。はい、可愛いです。お願いだから自分で言わないでほしいですけど、はい、あのお団子してるしね、可愛いでしょ。前髪は言ってないけど、かって寄せ甘やかすものと聞きました。そうです、甘やかすものなので、皆さん部屋のことをもうめちゃくちゃめちゃくちゃ甘やかして、大事大事して、可愛い可愛いして、好き好きして育ててください。よろしく。母さん、私もオフ最高。いっぱい寝ような、いっぱい寝ような。あなたはでもオフでもラーメン食べに行くんじゃないの、うん、ラーメン食べに行くんじゃないの、並びに行くんじゃないの。かち、明日も全開お仕事、えらいね。6時に起きるの、6時に起きるの。あなたはちゃんとちゃんと休んで腰を大事にするんだよ。てか部屋のゆっくり休んで、たかお仕事頑張るよ。頑張ってね、頑張ってね、お仕事応援してます。皆さん、スパルタでいきます。やだやだ、甘やかしてください。大事大事して甘やかしてくれなきゃやだやだ。ビシバシ君、なんでなんでなの、なんであなたたち2人はそうやって部屋の甘やかしてくれないので、まあなんだかんだそうやって言ってると部屋のことは甘やかしてくれますよね。あなたたち、あなたたちお二人は、お二人はとか言って、タコさん、ビクトジョンさん、なんか変な薬でも飲んだ、え、どういうこと、どういうことですか、なんで嫌なの、変な人間ってこと。猫さん、ビクトジョン、テンションがもはや神聖かまってちゃん、部屋のはかまってちゃんですよ。ダメですか、なのはかまってちゃんだし、めんどくさい人間かもしれないですけど、それでも愛して。母さん、ラーメン人に刺された時が光るようにします。マジどうしたの、なんで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 、何があったの、なんかあった、大丈夫、なんか体調悪くなっちゃったとか、大丈夫大丈夫、どうしたの、どうしたの、なんで。カチ、スパルタビシバシ、うん、ダメ、無理無理、甘やかせ甘やかせ、てか甘やかせ、うん、甘やかして、てか甘やかしすぎたなと、なんでなんでそんなこと言うの、なんでなんで、ダメなの、いいじゃんいいじゃん、君でも甘やかしてはいけないと教わりました。誰に教わったの、そんなの、それを教えた人がダメ、悪い、それはあのダメダメ、みんなみんな甘やかさなきゃダメ、みんな大事にしてくれなきゃダメ、分かった、そうじゃなきゃ無理無理。お母さん、ビクトジョンさん、いや素晴らしい、素晴らしいでしょ、可愛くてスキピでしょ。母さん、普通に今月すでにラーメンに一番使ってる、光ってなっただけで、それは控えよう、ちょっとさすがにそれはすごいね、1万ラーメンで1万いくことあります。でも、まあ、1杯1000円弱として10杯ってことってことは、もうあなた10杯食べたの、ラーメン3月になってからまだ半分ぐらいかで10杯食べたの、すごいやん。せめがね、部屋のは甘やかしが許せないので、そうだよ、甘やかさなきゃダメなんだよ、みんな部屋の甘やかさなきゃダメなんですよ。甘やかしてくれないなら泣いちゃうから、めんどくさい女のだ、部屋の。猫さん、ビクトジョンさん、マシュマロありがとう。貧乏草さん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。だけどめっちゃ甘やかしてるよ、んー、もっともっともっとです。かち、ひなのさんは爆裂で甘やかししてくるから、お返し甘やかし、そうだよ、ひなのはみんなに爆裂するし、みんなのこと大事大事するし、ちゃんとちゃんとちゃんと幸せにするので、甘やまで甘やかしてください。ひなは甘々じゃなきゃ生きていけないもの、そうです、ひなは甘々じゃなきゃ生きていけない、甘々人間がいいので甘々してください、よろしく。わかったかな、わかったかな、聞いてるんですけど、ひなが、わかったかなって聞いてるんですけど、
返事お願いしてもいいですか？え、なんで返事してくれないの？返事する気がないってことっすか？甘やかしたくないってことっすか？おかしいよね、本当に。しょろ。あ、えらいじゃん、みんなコメントしてきてくれてる。ニコニコ。まあ、じゃあ今のペースでラーメン食べたら2万個以上。ガチ？じゃあ月20杯ってこと？すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。でもいいよ、幸せだから OK。 カッチはーい、タクヤはーい、白眼鏡はーい、えらい、みんなはーい、えらい。あまちゃんまんさん、初見さん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。母さん、昼夜ラーメンが多かったんで、それはすごい、それはすごい。だから1日2杯とか言ってたもんね。それはすごい。もうちょっと他のものも食べなさい。和食とかお味噌汁とか食べなさい、食べなさいってか、俺ママ風に分かりました。甘かしてくれるの？言ったからね、今。なんか甘々にしようか、自分は甘々にしようかな。甘々にしてください、絶対に。甘々で、甘々でお願いします。つまちさん、てんてんてん。何ですか、その点点点は。何ですか、それは。何の点点点ですか。何ですか。高い流れ星、ありがとう。大輝、何ですか、そのぐるぐるの絵文字は。何ですか。皆さん、言いたいことがあるなら、はっきり言いなさい。言いたいことがあるなら、はっきり、はっきり言いなさい。はっきり言いなさい。言いたいことがあるならはっきり、はっきり言いなさい。あー、なるほど。この前いただいた差し入れですね。なんだこれと思っちゃった。あぶわ、危ない。めっちゃこぼしかけちゃった、お水。あぶね、あぶねー。タコさん、ミクトリアさん、目を閉じてひなのちゃんの配信聞いてみたら完全に新生かまってちゃんの子そっくり。目言葉です。なねえねえねえ、なんなのその新生かまってちゃんの子って。みんな知ってる？いや、全然わかんないんですけど、それは何ですか？何？それは何なの？みんな知ってるの？ひなのたん知らへんねんけど。じゃあ言わせていただきましょう。はい、言ってください、言ってください、ちゃんと言ってください。なんかすごいループになってた、ムカビさん。どういうこと？何？何が起こったの？バグってたってこと？どういうこと？何事なの？皆さん、言いたいことがあるんだよ。やっぱりひなのは可愛いよ。知ってるよ、知ってるよ、知ってるよ。じゃあ俺も画面止まった。なんで？なんでそんなことが起こってるの？ひなのちゃん、ずっと一人で喋り続けてたってこと？回線の状況が悪かったかと。いつから、いつから。じゃあひなのはさ、どんだけ一人でずっと喋ってたの？待って、悲しいんですけど。なんなの？なんでなの？一瞬止まってループ始まっちゃった。なんで？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 どういうこと？30秒ぐらい。ガチ？安行ハトありがとう。めこぶちゃんの言いたいことがあるなら言いなさいが繰り返してた。ねえ待って、その後ひなのさ、ずっと喋ってたの一人で。なんで、なんで、やだやだやだ。じゃあひなのがさ、ずっと一人で喋ってたことみんな聞いてないってこと？ってことは、じゃあどういうこと？私動いてるけど押されてる、押されてるかも。待って、なんで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 そんなことが起こってるの？公式始まって、やばいやばい、切らなきゃ切らなきゃ、やばいやばいやばい、怒られる、怒られるかな。ちょっとランキング読みましょう。やばい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 、怒られる怒られる。いきます。13位タクヤありがとうございます。12位カズニありがとうございます。11位ヤスユウキありがとうございます。10位カッチありがとうございます。9位ズマッチさんありがとうございます。8位マリカありがとうございます。7位大輝ありがとうございます。6位おこつありがとうございます。5位猫3匹とジョンさんありがとうございます。4位君島ありがとうございます。3位白メガネありがとうございます。2位ヒロポンさんありがとうございます。そして1位ナルセさんありがとうございます。みんなありがとう、本当にありがとう。ということで公式の配信が始まっちゃったので、かぶったら怒られてしまうので配信を切ります。すみません、最後バタバタになってしまいまして。4月3日のワンマン、ぜひぜひ遊びに来てください。ということで本日もありがとう。おやすみなさーい、おやすみなさーい。